本人コメント到着。女優キューマデンリンカが日本テレビの7月期新水曜ドラマ、こっち向いてよ向井くんに第2話ヒロインハドリアン役として出演することが決定した。今時の女の子。こっち向いてよ向井くんは2022年の第13回アナン漫画大賞準大賞受賞、フィールヤングにて連載中の眠陽子氏による同名漫画が原作だ。雰囲気よし、性格よし、仕事もできる、いい男、向井くん。10年ぶりに恋をしようと意気込む彼に待ち受けていたのは素敵女子たちとの出会い、そして10年前の忘れられない元カノで、切実なのに笑えちゃう、不器用だから胸を打つ。それでも恋を諦めきれない、恋愛迷子たちのラブストーリーとなっている。キューマタが演じるハトリアンは、向井くんの義弟元気が営むスパイス&バー、パイレオのアルバイトで、若さとエネルギーに溢れている、今時の女の子というキャラクター。主演作続々公開。現在、主演映画、大人なじみ、が公開中で、9月には映画、夜が明けたら、一番に君に会いに行く、の公開も控えるキューマデンリンカ。勢いに乗る彼女が、今作では、主人公の向井くんをどのように翻弄するのか。その演技にも注目だ。キューマデンリンカ、コメント。この度、向井くんの義理の弟元気さんのカレー屋さんで働く、アンちゃんを演じさせていただきます。アンちゃんは私と同世代なのですが、無邪気で軽やかな女の子で、時折見える芯のある性格に魅力を感じました。原作、台本を読ませていただいた時は、向井くんは次どんな女の子と出会うのだろうと楽しみになりながら、向井くんを応援したい気持ちになりました。ぜひ、向井くんとアンちゃんの恋愛観のズレとペースの違いを楽しんでいただけたら嬉しいです。また次の動画でお会いし、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。